はい <laughs> はいどうもどうもこんにちは,<ん>は <laughs> えバックトゥザフューチャーってバックトゥーザフューチャー面白いですね面白いですあの結構俺もその歴代自分が見てきた映画の中では、うん、上位五本の指に入るぐらいのようん、言うわほんまに いや俺のフィルマークスの評価見てください,いうちショーンのフィルマークスのぞきさせてもらいましたよ5本は言いすぎたかもしれないなんか結構そのうち人がつけてるさ5段階の評価参考にしてるねやんか、うん、うちの知り合いが5とか4.5とかつけとったらさ、うん、おおってやっぱ見るやん、うんまあ、引っ張られるところあるよななんかショーンのさ 3. なんぼとかはさ割とすすって見ちゃうねんけどさ、はいうん、5.0あるやんと思って見たらさ ああエヴァンゲリオン。あ、そう、エヴァ5.0、ね。いや、もうエヴァンゲリオンわかんねん。見られへん、もう。<お>なんで他にないの、5.0。<laughs> いや,や、もうむずいんやも難しい。追いつかへんね知識がえー、5.0、アキラああ、それ何やっけこれはアニメですけどね。アニメ。うん、大体、アニもののけ姫とかも超いいや者ですけど。5.0? アニメ。え、5.0じゃない。5.0は多分、エヴァとアキラ。うん かな,なんかそのなんでそのうちが、うん、なんていうの今,今更「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とか定番を見ようと思ったかって、うんまあ、そもそも見てなかったからないけど <laughs>、ね、意外だってなんかテレビとかでもしょっちゅうやってるしせや,せやねん、うん、なんかその映画をさ見るとさ、うん、そなんてゅうの 定番の映画を例えに例えたりとかするやん。ああ<ー>。でもうちは知らんから。そうね。まあ、その、だから知識の一つとして。そう。っていうことですよね。うん、なんか、教養というか。そうそう。例え突っ込みとかしてても、そのものを分からんかったら伝わらんみたいな感じで。確かにね。うちは何にも伝わらへんことが多い、多くて。 なんか損してんなと思って。バックテルヘイチャーで閉めちゃう大事やわ。うん。それ何々や何々やんけみたいな,んたいなとかさ、悔しいやんデロ,デロリアンちゃうねんからっていう。そう。まああるな、そのパターンは確かにある。そう。うちそれで昔な、劇団のコントの脚本のリーダーにな、うん、言われたことがあんのよ。黒谷さんは、<お>あの、ツッコミとか、その、できんねんから、その、うん、ボ,ボキャブラリー増やしとかないと。<laughs> <で>ちゃんとしたやつやん。そう。ちゃんとしたダメだし。もったいないと知らへん。うちが言えるのってドラゴンボールの中のやつとかジャングルの王者ターちゃんとかそれぐらいのもんやったんや。そんな感じでマニアックでもええからもうなんか増やしていかないとそれ何々の何々にないやかいとか言える方が多い方がいいからっていうアドバイスをもらったりとか、うん、<laughs> うそうしましたよね。あとあとのー こあ今回の私が今作ってるアルバムの中に、はい、ロックバンドごっこっていう曲があるんやけど、<ー>それを書いた相手が、まさきこうたっていう男の子なんですけど、はいうん、その子、あの演出家であの、うん、演劇の演者さんなんやけど、その演劇をうち割と毎回見に行ってんのね。うんうん、それの一作が、ほんまにいろんなそのパロディ、 うん、このアニメのこれとかっていうのをめちゃくちゃパロディーを詰め込んでたらしいんですよ。なるほどねただうちは多分もう何も分からんからもう,もうオリジナルやと思って見てたとこが大半やって後から一緒に見に行った人と確認したら「あれ全部パロディやで」って言われて「うん、え!」みたいななったりとかもったいないななと思ってなそうねそういう,そう、ね、知ってた方が楽しめるっていう。 確かに、うん。っていう意味でまず「バック・トゥー・ザ・フューチャー」を見ましたワンこれからツー、うん、スリーって見るんやけどツースリーも絶対見ないといけないですか、ね、<laughs> そうそう続くんかいって思ったんやけどめちゃめちゃ続くショーンからしてその今の話を聞いてうちが見といた方がいいっていうやつを3つあげてください3つですかはい絶対見るんでそれ <laughs> できればアマゾンプライムとかで何,何かしらで見れるやつ、えー、難しいっすねー 名作的なやつもう、うちが見てもおもろい。みんなが知ってるような。逆になんで知らんのみたいな、今更恥ずかしくないようにしといてください。ディズニー系はどうなのディズニーはね、アナとユキノンは見たし、はい、マレフィセントも見たし。マレフィセントえっと、それぐらい。<laughs> もうちょい定番どころは定番どころないわ。ライオンキングとか。ライオンキングとか、実写版は見たんやけど、あとスティッチは見た。 いや、じゃなくて、もうちょっと、ドメジャーな、美女と野獣とか。見てない。あ、アラジン見た、アラジン。あ、アラジンうん、アラジン見た、最近のアラジン見た。なるほどね。うん、最近のアラジンか。あまあでもそれでもいいかな。なるほど、そういうことか。美女と野獣は美女と野獣見てないわ。見た方がいい。み、教養としてね。教養として、じゃあ美女と野獣、はい、個。 タイタニックタタイニックは見たことあるんやけどもう一回見とこうか昔ロードショーで見たわタイタニックはいいやあのねスター・ウォーズファンとしてはスター・ウォーズって言いたいけど長いからやっぱりねハードルは高いんすよじゃあなしでじゃあエヴァいやちょっとごめんハードル高すぎる高すぎるええ あ、ターミネーターとかはあ、ターミネーターや。うん。こないだうち日常の中でターミネーターが思い出されへんくてずっともがいてた。ターミネーターや。まあ、ワン、ツーが昔作られたやつで、スリーが十、十何年か前ぐらいかな。十年も前ぐらい,ぐらいかな。スリー以降は。ターミネーターはね、ワンとかは見とったら多分。あ、そう。うん。それも 1> 1<は>、労働省でやってたし。ワンは、あの、シュワちゃんが、うん、 アーノルド・シュワルツェネーカーが敵なのよねワンははいはいで2はちょっと味方的、うん、1> 1また別で敵が現れてあ見たかも2ぐらいのシュワちゃんと一緒になんかドロドロになる敵みたいない、うん、あそれ見たよ見たよ見たよ,見たよそう、うんそじゃあ見たわじゃあ見たほかほか 何なんなんそういう会そういう会なん今日。そういう回じゃなかったんやけど。今日、そういう会なのになっちゃいなっちゃいそうやな。全然、でも映画の話は楽しい楽しいですよね。うん。何やろうなでも、この間、あれ見たよね。ホラー映画。ああ、ミッドサマーちゃうちゃう。んあ、透明人間あ、悪魔の池に。ああ、そうだ、悪魔見た、見た、見た。あれってそんなにじね。古典、古典ホラーですよね。 そうなんや。んやろう。あ、ジュラシックパークやっぱジュラシックパーク見は見とこうか。<laughs> まあ、ワン、ツー、スリー。またあるんかい。は、最低見た方が良くて、その続編も面白い。うん、ええー、めっちゃ見てるやん、シャン。ずるいわ。<laughs> いつ見、いつ見る時間ある、そんないや、もう、34年生きてます、ね、そうかえ。うちも33年生きてんねん。<laughs> 結構そうか。見る時期と見に行時期がすごいからね。そう。あの、うん、本当学生の頃とか死ぬほど見てた。ほんまに、 うち一番見とったやつあれはブログ書いててさブログ書くためにめちゃくちゃ<ー>めちゃくちゃ見て1個のブログに5個一気に紹介とかしてた。あの時ですねはい、はい、めちゃくちゃ丁寧に紹介してたのにあの時は。あああのドイツはジブリの話したけどさ、うん、この間、うん、ジブリはどう思いますかジブリはねあのもちろんノノ「もののけ姫」「ハウル」うん「千と千尋」ト「トトロ」でしょ。 えぐらいですかねああまあどえよりは多い意外やなドどえ見てそうやなそうそうそうでも忘れてるだけで結構見たのかもラピュタとかも見てないラピュタ見てないねうんなるほどそれ見た方がいいかもしれないラピュタね分かったラピュタ見るわラピュタ教養としてね教養としてね面白いしラピュタねあとナウシカも見てないしなるほどうんあとあのあれあのあいつ にもはディズニー、ね。あディズニーかいあれ,あれ途中でニ途中で寝てもうたやつってもうトラウマになっちゃって見られへんのよね <laughs> また、ま、寝るんちゃうかって。なるほどね、うん、あれはどうなんですかラプンツェル。 ああ、ディズニーのね。あれは面白いですよ。おすすめです。ちょっとディズニーとジブリがごっちゃになってますね、うち。あるかななかなかならへんけどなラプンツェルはうち、ジブリやと思ってたわ。マジでそうかラプンツェルかええなならんうち今までさ、あの、髪の毛赤いときは、河内のリトルマーメイドっってて。あ。ほんで。何が うん、あ私、自分のその相性 <laughs> 自分のことパーのリトル・マーメイド、ギュンですって言うてて。<あ>で、はい、世田谷に住んでた時は、世田谷のラプンツェル、ギュンです。その時多分髪の毛、赤じゃなかって、うん、白、ヒントがやったのかな。ラプンツェル言うてて。うん、で、うち、今、あのー、あのー、川崎の何々って言いたいんですよね。<ー>川崎の何々って。ちょっと、治安悪になりそうやけど、なんか。 言い方によっては。何、<laughs> 何やと思いますか?。うし、まあ、髪の毛金髪。金髪で。白っぽい感じで。白っぽい感じで。うん,うん。なんかないですか?。川崎の。<な>川崎の何々みたいな。なんやろうな。え、じゃあさ、さあ、うん、ディズニーで言うと、あれじゃない?うん。可愛いのにしといて。シンバとかじゃない?あっ。あ。 川崎のシンバーって、それも、いや、やけんやん、ただの。やけんじゃないよ。なんか、なんかさリ、リトル・マーメイド・ラプンツェルと来てさ、いきなり、ライオンいってなるやんか。めっちゃ野生に戻ったなってなるやんか。いいよいいよなんかそこだけはちょっとライオンに。ライオンになりたいよ、ね。なりたいけどさ、やっぱそのか、架空、うん、の例えじゃないですか。マーメイド・ラプンツェルと来てよ。うん。ない、なんか。 いいん。でも美女、美女にしとこか川崎の美女。やれとけや。<laughs> 大きく出すぎやろ、それは。<laughs> <laughs> 具体的すぎるし。うん、ないから、知らんからね、ディズニーのそういう女の人のやつ。あ、そう。うん。知らへんな。あディズニープリンセスで探してるんや。そう、ディズニープリンセスで今、揃えてます。あ まあ、でも確かにラプンツェルキャラクター的にはねああ。川崎のラプンツェル引き継ぐか。<laughs> 川崎のラプンツェルです。ミニプリンセスで、あれは<ん>シンデレラは言いすぎる。<laughs> <laughs> シンデレラも言ちょっれそれは大きく出過ぎやな。川崎のシンデレラ <laughs> それはうん。 怒られクミーホールとかでやってそうやな、そういう劇団。<laughs> 川崎のシンデレ,レ <laughs> <laughs> やってそうやな。<laughs> まあじゃあラプンツェルかな。でも、髪長いね。切った後のラプンツェルって感じかな。あ<ー><は>あ、そうか、ラプンツェルもっと長いのか。もともとはずっと伸ばしっぱなし。まあまあまあ、色が合ってれば、まあ、煮れるでしょう。うん、ラプンツェルでいこうか。 多分最後切るから切った時は、の感じは、まあわかるかな。じゃあ、最後のラプンツェルやな。最後のラプンツェル。川崎、最後のラプンツェルやな。川崎、最後のラプンツェル。ややこしい。ややこしいな。いまいちイメージしにくいな、そええ、そんな感じで。はい。映画の話で終わっちゃいました。本当ですね。まあまあいいか。まあいい。まあいいでしょうか。はい。えっと、明日なんですけど。明日なんですね。五時。 5時から、あの、ストラステーションという YouTube チャンネルに、ちょっとお邪魔しますんで、生チャンネルね。見てください。ぜひ見てください。Twitter 見てもらったらわかるんですけど、そのストラステーションの、あの、プレゼントの企画っていうのをやってて、各、その、いろんな出演者がいて、それぞれが、なんかプレゼントを持ち寄ってるんで、うちらももちろん持ち寄ってて、ね、ちょっとチェックしてください。めちゃめちゃ豪華。豪華よ。 正直。正直これ豪快で、お金に換算したろうか。お金に換算したらもうすごいで、現金で結構5000円ぐらい、5000円ぐらい行くんじゃないですかえっと、行かへんよ、そんなに。それ、あの、あの、プロマイドは何枚にする ?3 枚ぐらいうん、ま、二3枚。三枚にしようか、じゃあ。えー、そうしたら、えー、すごいことになるやんか。4 5, い、5000行く。くね。うわ。でもその他の人たちのもすご,すごいよな、うち見てん。手作りの、なんか。あるうちも応募してんの <laughs> いいんじゃないさんちゃんとその応募方法にのっとった形であればいいんじゃない,ですかい,い 1, 個 ?1 個かなどれか1人選ぶのはい,い1一組1組選ぶの、うん、ど,どれが当たるかは分かんないんあそうなんやじゃあ応募方法してはランダムいいランダムなんでめっちゃ豪快で他のやつとか見とったけどえこれもらえんのとか思ってそうそうそう結構そのなんかさ、うん、まあアーティストというか、うん、えっとー なんか手作りとかしてる人たちとか、職人の人とかも、あの、ストラステーションっていうのは出てるから、そういう人らの作品とかね、あるから、すごいですよ。え、ションは応募するいや、しようかな。ちょっと、こっそりしよう。ばれへんように。怒られそうだから。するわ。ばれるやろ。え、当たってほしい。くちゃばれるやん。皆さんが全部やるよっしゃ。 欲しいのいっぱいあるよ。あるよな。本当に。うん、うちちらっと見ただけで欲しかったもん、なんか、うん、芸術的なやつ。うん、よっしゃ、応募するで。応募してください、うん。じゃあ、ボイラー・リクガメも当たるかもしれないので、ぜひ皆さん応募してください。はい、お願いします。ということで、えー、もうあさってになりました、11月7日、はい、池袋アダムでチョメダンオリンピックがございます。はい、はいえー、ボイラー・リクガメやらせてもらいますので、お願いします。